北側から撮影掛川市、袋井市病院企業団立中等園、総合医療センターは、静岡県掛川市に所在する総合病院。一部事務組合である、掛川市、袋井市病院企業団が設置している。東海地震が発生した場合、影響を受ける地域であること、近隣のお前崎市には、浜岡原子力発電所の立地もあることから、 災害拠点病院としての機能も備えている。日経ビジネスオンラインによる2015年の病院経営力ランキングでは全国22位となった。1979年に開院した袋井市民病院、1984年に開院した掛川市立総合病院はいずれも老朽化しており建て替えが浮上していた。今後の病院のあり方に関する検討委員会が 袋井市では2006年2月、掛川市では同年8月に発足し、民間総合病院が立地していない、中東園医療圏の既存病床が過剰気味であること、資源の分散されたままでは、医療スタッフの確保が難しいことから、広域的な取り組みが望ましいと提言がなされた。その後、掛川市郊外に統合した新病院を建設することが決定、2009年1月に、 掛川市、袋井市の両市長によって、新病院建設に関する協定書が締結され、全国で最初の私立病院同士の統合が決定された。総事業費225億円のうち、掛川市が6割、袋井市が4割を分担した。同年12月には、中東園地域医療再生計画に対して、地域医療再生基金25億円。 新病院にも9.3億円の交付が内定された。浜松医科大学の寺尾俊彦学長や名古屋大学医学部附属病院長の松尾誠一がリーダーシップを発揮し、2013年5月1日に会員した。会員時の医師は93人、会員1年後は103人となり、目標としていた100人を超えた。急に病院では、 夜間は当直の医師二人で診療を行っていたが、新病院では救急科を設置し、専門医二人を含む医師五人体制を実現させた。袋井市民病院の跡地には、2013年6月、広報支援病院である、袋井市立精霊袋井市民病院が会員、掛川市立総合病院跡地にも、2015年4月に、介護老人保健施設や、 静岡県立掛川特別支援学校、認可保育所などを併設した民間病院が開院する2019年末現在で公式サイトに記載されている診療科は以下の通りありがとうございます。